みなさん、こんにちは。私はさきりです。日本語を勉強しています。私の好きな日本語を勉強するアプリを紹介したいです。アプリは、ドダイイシージャパニーズニュースと呼んでいます。とっても便利で楽しいから好きです。ニュースの読書はつまらないみたいけど、このアプリは素晴らしいです。読書や訳書や発音などがあります。このアプリにはたくさんの機能があります。多い機能がありますから、少しややこしいみたいです。でも慌てないでください。指示を与えてもいいですか？やった。頑張りましょうね。1. Setting。 インストールは終わりましたら、アイコンをタップしてください。宣伝を振り切ってください。これはアプリのインターフェースです。移動ボタンをタップして登録してください。それから大切な言葉やニュースなどをセーブができます。私はもういろんなニュースがセーブしました。 2. Reading News。 ニュースをタップして読むことができて、他にもボタンがあります。上にはいろいろなボタンがあります。一番ボタンは発音の練習です。ここはニュースを一文ずつ音読練習をします。聞いて自分の声を録音ができます。2番ボタンはこのニュースの単語の勉強することです。3番は訳書です。自分の訳書ができます。ハートはいいねボタンです。好きなニュースをセーブするためのボタンです。次は履歴です。最後は設定です。下の名方ボタンで漢字の振り仮名を読みます。下のメニューバーでニュースの聞くことができます。言葉の下の色バーは JPLT レベルです。言葉をタップしてください。では意味を見えます。日本語で、や、他の外国語が見えます。もっと言葉をセレクトで、訳書を見えます。3. Other text。 素晴らしいことは、その機能は何でも文を読むことができます。メインページで移動アイコンの隣でコピーとリンクボタンがあります。Twitter や Facebook や Insta など文をコピーして漢字の振り仮名を読むことができます。それはとても便利ですよ。素晴らしいですね。メインページの下で他の大きいのがあります。もっと難しいニュースや辞書や JLPT テストや動画などがあります。時間はありませんで、このビデオは終わりましたけど、もっと知りたいでコメントしてください。見てくれてありがとうございます。